ジョディ、わあプリンセス、あほらよく顔を見せてくれ。まったく驚いた、綺麗なレイディに成長したな。相変わらずキュートで悲しそうだ。今もね、昔みたいに。ずっと会いたくてしょうがなかった。それでエイデンはどうしてる？いるのか？ああ久しぶりだな。歩かない？ああそうだな。心配した。追われてるだろう。逃げるしかなかった。仕方なかったの。姉さんは？ああ昇進したよ。 DPA のトップさ。小さな実験室から随分と出世した。コールは何をしてるの？小さなグループで霊体の種類を分類して違いを研究したり、そんなところだ。重要じゃないが、やりたいことはやっている。だからインフラワールドに進展は？ああこれまでよりも強力なコンデンサーの開発に何億もつぎ込んでいる。軍が介入していなかったらできなかったことだ。この前の話だけど、何か分かった？君が生まれた日、ノラ・グレイという女性が DPA で子供を出産した。だが子供は死産だった。それ以外はどう？あまり。二十数年前にノラが DPA の研究プログラムに参加してたことだけだ。彼女は力を持ってたんだよ。父親は？その子の父親は誰なの？名前はジョナサン・ニコルス。出産前に亡くなってる。心臓麻痺だ。分かったな、それだけ。ノラは今どこに？拘禁されてる精神科病院にね。出産の後からだ。ファイルを見る限りまだそこにいるはずだ。私のお母さんが24年間も精神科病院に。なんで、何があったの？分かったのはそこまでだ。残念だけど。会いに行かなきゃ。ジョーディ、気持ちはよくわかるが、精神科病院にいるんだよ。君の求める答えが見つかるとは。答えなんて探してない。ただ会いたいだけ。わからない？私の母親なの。彼女に会えば自分が誰なのかがわかるかも。ジョーディ、 DPA の厳重警備施設にいるんだぞ。しかも今君は国中の法執行機関から追われる身だ。簡単に中には入れない。どんなことをしても母さんに会う。コール、私のために危険なことさせてごめんね。ありがとう。おい、まさか君一人で行かせるわけないだろう。